どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリー、インボーク、ジューンブライト、派遣ガシャということで、捜査官の妻、小坂より子と、地下の結婚式、霧島東華、来ていますね。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。派遣ですね。まず、東華の、おい、その、こんな透けてたっけな。あんま記憶ないんだけど。ステータスの方、そうか、派遣か。で、こういうアビリティが、ね、占領ポイントアップ 1.6 倍ですね。時短で、占領ポイントアップからの時短ですね。やっぱ東華の派遣キャラは時短と占領ポイントアップ両方持ってるっていうか、まあ時短キャラが多いですよね。東華は早いとか、なんか迂闊だからとか、そういうの関係してるのかな。で、連携効果が派遣時の新情報獲得率を 20% アップする。まああんまりフレンドに置いても嬉しくないんだろうか。みんな多分派遣の、占領ポイントアップ2倍使ってると思うから。で、逃走ですね。逃走ステータスの方はこれあれだね、陣形だね。独断専攻迂闊強化2ということで、攻撃力迂闊専用ですね。迂闊の、攻撃力 1.25 倍で、移動速レートプラス1か。これはあれ、手数を上げたいんだよな、多分。殴る回数を、射程レートが1アップ。射程レート上げつつ、殴る回数も上げたいと。なるほどね。まあ、難しいよね、闘争も。本当いつもスタミナを全部消費できないんだけど。で、次、ヨリコの方見ていこう。お、ヨリコ SSR 持ってんな。SSR ですね、こういうアビリティが。占領ポイントアップ2倍。からの情報アップ、時短。成功率アップ、占領ポイントアップ 1.5 倍。まあ、5突するなら、個人的にはヨリコかな。俺、時短持ってても結局、回収できる時間決まってきてる、そんな細かく回収できないんで、まあ、5突するならヨリコだ。5突はなかなか派遣難しいよね。気持ち的にも。派遣の成功率 10% アップするですね、連携が。で、逃走性、あ、こいつ人権持つじゃん。独断専攻、美覚強化。美覚なのか。全配置美覚専用で 1.2 が、これ10日が数学で、よりこは美覚ということで、こっちが手数アップだね。まあ、これはなかなか欲しいんじゃない。このバーこの防御力アップ C のところは攻撃力アップとかだったらよかったような気がするわ。攻撃レートプラス1を2個持ってんのはなかなかいいような気がするんだ。この防御アップがな、惜しいな。惜しいところではある。で、今回派遣なんで20連で1体確定ですね。なんで20連分回して、両方とも当てていきましょう。もう両方当てる前提だからね、これは。もう俺当てる前提で話してるんで。なんだっけな、なんか当てたよね、俺。5月か。あの、鯉のぼりのやつ。おい鯉のぼりのやつは確か、ムツキとハイセを1体ずつ、ジャストで引いて、まあ、最後のね、このどっちか確定のやつで両方2人来てくれると思うんで。見た目的には、トーカちゃんかな。よりこ RE の作画になって可愛くなったような気がする。今月はスペシャルで誰が実装されるのかな。500万ダウンロード、何気500万全世界だけど達成してやから、まあ、スペシャルで来てもいいような気がする。500万って区切りだから、お、待って、これ来るんじゃない、本当に。前回からプレミアム神だったからな。来い。まあ、グールなんで、これはトーカちゃんですね。まあ、見た目的には僕はトーカちゃんの方が良かった。あ、そうか、ボイスないのか。はい、ということで、あれ、こんなスケスケの衣装だったかな、全く記憶ない。何気あそこの下り短いですよね。ということで、今回、ジューンブライト、花嫁衣装のトーカちゃんとヨリコちゃんでした。ではまた、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。